三笘薫10人いれば CL 優勝できる説。現在日本のみならず世界中の注目の的となっている三笘薫、その影響かディフェンスもこれまで以上に三笘を抜かせない対応をしてくるなど、その逆境をどう越えていくのかにも期待がかかる三笘だが、我々は以前そんな三笘を10人作成しワールドカップに挑戦させる検証を行ったところ、まさかの優勝。室伏にはボコられたけど。そこで今回はそんなワールドカップ優勝を果たした三笘ジャパンなら、あのヨーロッパナンバーワンを決める大会チャンピオンズリーグでも優勝できるのではないかということで検証していくことに。チームはセルティックをお借りし早速検証スタート。大事なグループリーグ初戦は CL の絶対王者レアル・マドリード。試合は0対0のまま迎えた49分、自陣でのパスミスでボールを失うとショートカウンターから失点。さすがはレアル、一瞬の隙も見逃さない完璧な攻撃を見せた。しかし66分、三笘ジャパンはサイドバックの三笘がドリブルで駆け上がるとシンプルに中へつなぎそのままゴール。あのマドリー相手にいい時間帯でゴールを奪い試合を振り出しに戻した。サイドバック三笘の意表をついたドリブルが効いたのか、マドリーディフェンス陣は全く対応できず、最後はさすがの決定力。結果試合はそのまま1対1で終了。あの王者マドリー相手に勝ち点1を獲得しいいスタートを切った。続く第2節はシャッタールと対戦。試合は立ち上がり4分、三笘ジャパンは自陣でボールを奪うと素早いカウンターで一気に相手ゴール前へ。すると最後はクロスからヘディングでゴールを決め、早くも先制に成功。さらに22分にも中央で粘りのドリブルを見せボールをキープするとそのままゴールを決め、あっという間に追加点を奪い、前半からシャフタールを圧倒した三笘ジャパンはその2点を守りきり勝ち点3を獲得。そんな絶好調の中、第3節ではドイツの強豪ライプツヒと対戦。試合は立ち上がりから両者チャンスを作りバチバチの試合展開になると、後半に入っても相変わらずのシュート合戦。しかし今回もゴールキーパーで招集された権田がこの試合はビッグセーブを連発。なんとか0点に抑え、この試合も勝ち点を獲得。前半戦3試合を負けなしで終え、勝ち点5の2位につけている三笘ジャパン。この勢いのまま後半戦を戦い抜き、決勝トーナメントへと駒を進められるか。後半戦初戦は再び打ち合いのドロー決着となったライプツヒと対戦。するとこの試合も前半戦同様、両者譲らない緊迫したゲーム展開になると、後半の66分、三笘ジャパンはピッチを広く使った攻撃で相手ディフェンスを広げると、最後は中央でフリーの三笘がゴールを決め、ようやく前半戦から続く均衡を破る貴重な先制ゴールを記録。得意の切り返しからのアシストで三笘らしいゴールを奪った。結局試合はそのまま終了し、この時点で決勝トーナメント進出が決定。やはりワールドカップ優勝しただけあって CL でもその強さは健在。そんな中 C 通過をかけ挑んだマドリー戦では66分に失点を許すものの、78分、得意の左サイドからのチャンスメイクで相手ディフェンスを切り裂くと華麗な崩しからゴールを決め、マドリー相手にまたもいい時間帯で同点ゴールを記録。この試合もマドリーから勝ち点1を獲得すると、最終節のシャフタール戦も引き分けに終わり、結局勝ち点10とマドリーに1を及ばず2通過で決勝トーナメントへ進むことに。しかし負けなしで CL のグループステージを突破するのはマジですごい。そんな好調を維持する三笘ジャパンはラウンド16でプレミアの強豪トッテナムと対戦することに。すると試合はキックオフ直後、三笘ジャパンは1本の縦パスでスイッチを入れると、そこから流れるようなパスワークであっという間に先制ゴールを記録。さらに27分にも相手を置き去りにするワンツーからゴールを決め、前半からトッテナムを圧倒する三笘ジャパン。
その後33分、トッテナムにクロスから1点を返されるものの、前半終了間際にダメ押しの3点を決め、前半だけで勝負をつけてしまった三笘ジャパンはファーストレグを3対1と快勝。さらに続くセカンドレグでも、開始2分、トッテナムに先制点を決められ出鼻をくじかれるものの、その数分後クロスから簡単にゴールを奪ってしまい、再びトータルスコアの差を広げると、19分にもゴール。さらに試合終了間際にも、このロングボール1本からダメ押しの3点目を奪い、あのプレミアのビッグシックスの一角トッテナムを2試合連続で圧倒。終わってみればアグリゲートスコア6対2の圧勝でベスト8へと駒を進めた。そんな中、この三笘ジャパンをベスト8で迎え撃つのはプレミア王者マンチェスターシティ。プレミアで戦う三笘からしたら、ここは越えなくてはいけない大きな壁。シティに勝利し、自分の価値を世界に証明できるか。キックオフ。試合はこれまでの勢いそのままに、三笘ジャパンが序盤から攻め込む展開。しかし15分、ベルナルド・シューバのシュートがポストを叩き、一度は救われるも、こぼれ球を拾われると、最後はギュンドアンに決められ、序盤攻めていただけに痛い失点を浴びてしまう。さらにエンド変わって63分、コーナーからまたもギュンドアンに決められ、このファーストレグではマンチェスターシティに力の差を見せつけられてしまった三笘ジャパン。2点ビハインドの状態でセカンドレグへと挑む。そんな後がない運命のセカンドレグ、奇跡を起こしベスト4へと進めるか。キックオフ。しかし試合はシティが序盤から攻め込む展開になると、20分、あの怪物ハーランドに決められ失点。さらに36分にはクロスからグリーリッシュに決められ、トータルスコア4対0と完全に後がなくなってしまった三笘ジャパン。その後前半の40分になんとか意地を見せ1点を返し、前半を折り返すと、後半のキックオフ直後、シンプルなパスでシティの裏を取り、この試合の点差を振り出しに戻すことに成功。ここから一気に畳みかけに行きたい三笘ジャパンだったが、その後は得点が動くことはなく試合終了。セカンドレグでは互角の戦いを見せた三笘ジャパンだったが、ファーストレグの敗戦が響き、惜しくもベスト4進出とはならず。しかし CL ベスト8という素晴らしい結果を残してくれた。ということで検証結果、普通にすごくねでした。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。